庭菜園ライフ。はい、こんにちは。横浜市で市民農園をやっております利根です。よろしくお願いいたします。今日は夏野菜の採取の方法をお知らせいたします。種をいつから取るかといいますと、8月から9月初めに取ります。ちょうど夏野菜の切り替え時期に採取するとちょうどいいのかなと思います。種を自家採取しても問題ないのかとよく聞かれますが、特定の品種を除いては特には問題ないかと思います。もし不安であれば専門家にそれを確認してください。また種苗法等の改正を勉強してみるのも良いかと思います。はい、私は固定種を中心に自家採取をしておりますので特に問題はないと思っております。はい、固定種というのは、栽培期間が多少同じ品種でも違う場合があります。それは大きく早くなったやつとか、またはなかなか大きくならないもの、収穫時期が少しずつ違うものがありますので気をつけましょう。 F1 の場合ですとほぼ大きさが一定で同じ時期に一度にたくさん収穫できるメリットがあります。固定種は不揃いが本来の形ですので、そういったものを楽しんでみるのもいかがでしょうか。ぜひ挑戦してみてください。はい、種を採取するメリットは2つあります。その一つは自分が育てた野菜を毎年毎年種を取ることによってそれに愛着が湧いてきます。2つ目は美味しかった株から種を取ることによってまた美味しい野菜を取ることができると思います。それがメリットです。逆にデメリットは不揃いのため一度に収穫等ができないことがあります。それが楽しいか煩わしいかは皆様次第です。もう一つデメリットがあります。採取するために長い期間株に生やしておくことがありますので株が弱っていくことです。採取しようと思う株は最初から計画をしてその株を残しておきましょう。はい、それでは手順をご紹介いたします。4つ手順があります。その1つ完熟させる、2つ目木から採取する、3つ目乾燥させる、4つ目保存をしておく。それでは一つ一つ説明いたします。はい、ちょっと眩しくて顔が辛そうですが大丈夫ですから、では説明していきます。はい、最初はオクラをやってみましょう。このオクラは木からハサミで切って、このような鞘で取ります。鞘が茶色くなったら採取できます。株でそのまま乾燥させて取ったオクラです。そのまま放置しておいて乾燥させたものを、これを爪でこういうふうに割って種を取ります。はい、採取した種は粒の大きさが不ぞろいで揃ってません。大きいの小さいのいろいろあります。また発芽しないようなシーナのような小さな種もあります。こういったものを取り除き粒の揃ったいいものだけを残していきます。 上の手に乗っているのが悪い種子になります。このなぜ悪いかというと非常に小さくて種がしわ寄ったりして発芽がしないシーナ的な種になります。実ってない種です。逆に下の方の種は丸くて色もよく粒ぞろいが非常にいい種になります。これは完熟している種です。ですからこれは発芽をする種です。これが発芽する種です。こういう種だけにしましょう。この後採取した種は今言ったようにいい種だけをより分けてこれを保存して来年の春まで保存をしておきます。保存する方法はあまり湿度とか温度の高いところでなく乾燥した場所に保存しておきましょう。私の保管方法は
日の当たらない薄暗いところに置いて乾燥剤を入れて保存しておきます。乾燥剤は100円ショップ等でも購入することができます。それを利用すると良いでしょう。来年まくときには1箇所に4粒から5粒まいていい苗を育てていきましょう。オクラの種は後日種子になりますので、後日種子を打破するためには一晩水につけて翌朝まくと良いでしょう。はい、次にキュウリの採取方法です。木で完熟させたキュウリを種子を取ります。それではキュウリの種を採取してみましょう。はい、それではキュウリを縦に割ります。このように種がたくさんあります。それを種だけこういうふうに取って、この種をきれいに洗いながら水で流して、種だけいい種だけをこういうふうにして取っていきます。こちらがいい種になります。これを乾燥させて保存していきます。今のようにどの夏野菜でも種を取ることができます。では私がこの夏取った種をご紹介いたします。スイカの種を取るポイントは、完熟した真っ赤になったスイカを食べるときに採取していきます。はい、これがカボチャです。同じように食べるときに種を取ります。これがトマトです。トマトは真っ赤に完熟させてから種を採取いたします。これがゴーヤです。ゴーヤは真っ黄色になったら、青から緑から黄色になって破裂する寸前の時に種を採取します。実際に完熟したピーマンがありますので、実際に種を採取してみます。ではピーマンを割ってみます。はい、おなじみのピーマンの種です。これを乾燥させましょう。今日は夏野菜の種の採取を説明させていただきました。この動画がもしよかった方は、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。またねー。